こんにちは、えー、今回の動画では、えー、そのトレードでそもそもそのなかなか、まあ、勝てない、えー、それ何をやってもこう勝てるようにならないっていう、えー、ような状況ですよねとあとはその勝てるようになってきたんだけど辛いっていう状況ですねあこれ実は結構あるパターンで勝てるようになってきたんだけどあのその勝つということの代償としてすごいその消耗してしまう疲れてしまう えー、気を張って張ってなきゃいけないこう緊張してしまう、えー、っていう感じでその勝ってもしんどいつら、えー、いっていうのはね結構よくあることなんですよでじゃどうやったらそ,のそもそも勝てない、えー、で勝ってもちょっとしんどいつらい、えー、こなんか10年20年やれる気がしないみたいな <laughs> このトレード <laughs> みたいなもう疲弊してしまうだろうなみたいな、えー、いうようなところから卒業して、えー、もっと楽に トータルプラスを出し続けるのかっていう話ですねを今日はしたいなっていうふうに思いますであのここ、まあ、2年ぐらいですね僕ずっと考えてたことがあって何かっていうといかに楽にトレードするにはどうしたらいいかっていうのをずっと考えたんですよ、えっと、そもそもチャートをほとんど見なくてもいい、えー、損失を気にしなくていい、えー、今含み損がどれぐらいかとか引かされてるとか考えなくていい気にしなくていいそこに意識も使わなくていい 利益も気にしなくていい。利食いのタイミングとかいちいちそんな気にしなくていい。えー、相場が今、例えばドル円だったらドル円が上がってるのか下がってるのか、そんな気にしなくていい。えー、いかにその自分のリソース、エネルギーをトレードで消耗しないか。で、しないんだけど、かつトータルプラスを安定させてずっと収益を出し続けるか。で、そのあっちは立つけどこっちは立たないみたいな。例えば、デートレードでがっつりやる、やるんだったら、その、 利益出せるけどでもその分そのトレード以外の時間がほとんどないとか精神的に消耗して他のことあできないとかそういうのが嫌だったんですよね。ですたん当ここ12年やっぱりいろいろとやることが僕も増えてきてあのトレード以外のですね、まあ、例えば、まあ、あのビジネスもやってますしあとはいろんな最近ほんといろんな人のお手伝いをする機会があ,のありがたいことに増えまして。 で、例えばその映画作りとかですよね。その映画って言っても、本当僕は今まで全然関わったことないような、で今あとお米の映画とかをお手伝いしてるんですね。お米の、お米を復活させるような映画ですよね。最近やっぱり日本でどんどんそのお米の自給率とかお米で食べる人が減ってきて、そのパンに変わったりして、あとその炭水化物ダイエットでお米は悪みたいな風になって、そのずっと日本で何千年も受け継がれてきたそのお米っていうのが今、 まあ途絶えようとしてるっていうところでもう一回やっぱお米だよねってうところにメッセージとして出していくみたいな映画とかあとはその飲食店の本当にいいものをこう提供しようと思ってるその高級とかそういうことではなくて本当に食べた人が元気になるような子供から大人までそして飲食店のそのをもっともっと世に広めていくためのそのプロデュースとかあとはその人のなんだろうな思いとか文章にしたりとかその文章を書くお手伝いとかあとは なんでしょうね、そういったプロ,プロデュースがもろもろいろんなことをお手伝いしてるとどうしてもそのトレードに割く時間があんまないわけですよね。て中でいかにでもや全部やるか、まあ、僕の場合やっぱりその結構自分わがままなんで全部やりたいってなわけですねでずっとどうすればいいのかなどうやったらそれ実現できるのかなって考えたんですねでその時その最中に出会ったのが その武学体術というものなんですよ。いや、もう多分ここで、武学体術って聞いてなんだそれっていうふうに、まあ思われる方も、えっ、ー、と、ぶってどうやっしたっけこうかな。部学、えー、体術っていうものなんですけど、これ格闘技ではないです、まず。全然違うもので、えっ、ー、と、何かっていうとですね、その、体を通じたチェックシステムみたいな感じなんですよ。体を 通じて今の自分が本当にいい状態かどうかをまあチェックする、えー、システムっていうんですかねがまあ部学対立だしかつそのいろんな人とかその業界とかそのビジネスとかのあの夫婦とか友達とか、えー、同僚とか、えー、恋人とかもう何でもそうなんですけどその対人間ですよね対人間人と人とのその間の中において相手とぶつからない えー、衝突しない、えー、むしろ逆に調和していく、えー、融合していく一体化していくためのそれを体を通じて行うっていうのがその部学体術と呼ばれるものなんですねまあこれちょっと言葉で説明するのは非常に難しいんですけどでその部学体術っていうのを僕は今教わっているのがレノン・リー先生っていう方なんですね彼は今部学体術もう彼は1年ぐらいですねちょっとあのもう訓練で,、えー、で直接 教えてもらってるっていう感じなんですけども、これを学んだ時に僕のトレードのレベルというか、その単単純にその稼げる金額っていう部分だけではなくて、そのもう戦略とかそのより楽にトレードができる、より長く生き残れるトレードができるっていう意味では、もうガンとあの桁が一つ変わるぐらいのレベルアップをしたっていうのがあるんですよね。で、それはなぜかっていうことなんですよ。この武学体術と一見トレードと全く関係ないような えー、ものを通じた、なぜトレードがレベルアップしたのかということをちょっとお話ししていくんですけども、これによって本当にね、トレードが楽になったんですよ、前よりさらに。本当に楽になって、もうそこに自分のリソースもながかなくていいぐらい。でもトレードは、あのポジションはずっと持ってるし、やってるんですよ。やってるんだけどもうほど、ほとんどそこに時間も能力かけなくてよくなったとっいうことですね。ちなみに、部学対立をもっと極端に言うと何かというと、例えば目の前に自分を、えー、とナイフ、 まあ何ででもいいんですけど銃とかで殺そうととすする人がいたとしますよねその時にどうするかっていう、えー、と相手をこう痛め,痛めつけたり倒したり逆に殺したりとかすることなく相手の中にあるその殺すという気持ちを無力化してその人とも仲良くなって友達になるっていうようなそのメソッドが解かれてるのが学大なんですよその精神論ではなくて具体的にそれはどうやるか体を通じて。 行だから自分のその心理的な部分その感情とかその思考とかの部分に関しても体のその動きとか呼吸とかそういったものを通じてある程度その調整していくコントロールしていくとかその自分の中にあるそのエゴとかその怒りとか悲しみとかっていう感情を流して自分を整えていくっていうある意味その 陰の道的な修行まあレベルですよねを上げてくれる、えー、のがこの武学体質だからメンタルも非常にブレにくくなるんですねあの外部の要因に左右されにくくなっていくのでだからそういう意味で僕はトレードとと非常にこう相性がいいと思っていてかなりそれで僕もあの物事の捉え方とかその、えー、自分のメンタルが前より本当にブレなくなってきたなっていうのはまあ感じるんですよね。 その部学体術をその説明するときにその,そのレノニー先生はいろんな角度から話すんですけど例えば神道とかあとは損子の兵法とかですねあらゆる視点からその部学体術とは何かっていうのを説明する、語るんですけどもその中でも今回はですね損子の兵法ですねをちょっとクローズアップしてそれそこからトレードいかに楽なトレードですよね消耗しないトレード トータルプラスを出していく、楽に出していくトレードをやっていくかっていうところまでつなぎとお話をしたいと思います。で、損失の兵法の話をしている人っていうのは結構いるんですよ。戦略論として相場と見つけ結びつけて話している人はいるんですけど、大体損失の兵法を間違って解釈している場合が非常に多いなっていうふうに思います。で、そもそもですね、損失の兵法っていうのは勝つための方法ではないんですよ。これがよくされる誤解で、相手の 相手に勝つために、戦争で勝つために、損死の兵法があるっていう誤解がよくあるんですこれは全くの誤りですね。で、あの、実際にですね、損死は何て言ってるかっていうと、百戦百勝は善の善なるものにあらざ,なあらあらざるなりって言ってるんですね。え戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。つまり、戦わずして相手の兵を降伏させることが最も善です。最も上位です。っていうふうに言ってるんですよ。倒して屈服させるのは、 えー、二流三流ですって。で、百戦して百勝する、百回勝つっていうのは、それレベル低いですよって言ってるんですね。これどういうことかっていうことなんですよ。ここは実は非常に深い理由が、っていうか、背景が含まれてるんですけども、そもそも、ま、一言で言ったら、その、損死の兵法とは何かっていうとですね、要するに負けない方法なんですよ。勝つではなく、負けない方法が説かれてるんです。これ大きな違いですね。 と言ったら、戦わない方法です。戦わずして、相手と、まあ、仲良くなるみたいなもんですね。で、じゃあ、えー、そのために最も重要なのは何かっていう、もう、これもまた結論なんですけど、なんて言ってるかっていうと、その、力ではないんです。腕力とか、その、攻撃力ではないっていうふうに言ってるんですね。力ではないんです。では、何かっていうと、 孫子が言ってるのは、徳です。徳高き人が最も強いと言ってるんですね。徳とは何かって言ったら、えー、それは信頼であり、えー、あとは周りの人からのその助け、り力であったり、あとはその、この人についてこう、この人だっ信用できるっていう、えー、その、周りの人たちのその、まあ仲間とかですよね。仲間であったり、いざという時に、 自分のことを助けてくれる人自分のこと自分が逆に言ったら助けるに値する人間であるかどうかが、それが最も強いということだよっていうふうに言ってるんですね。徳がある人が最も強いし、負けないっていうことなんですよ。誰とも争わなくていいし、みんな助けてくれるわけですから、最強じゃないですか。仮にどれだけ強かったとしても、要するにそれで相手を屈服させるとかやってたら、恨まれたりとか、その、罠にはめられたりとかして、最終的にやっぱり、 負けけててしまうううんでですすねそういいうい話って、ね、いっぱいあるわけですよだから強さだけを追い求めていったらあ行き詰まるっていうことですよね。でその「部という字を考えればこれはわかるんですけどこの「部という字は分解するとどういう字かっていうとこれですよね。これ2つ。でここ。これ矛あの。矛ですよね。2つの矛を止めるというふうに書くんですよ。つまり争わない。 ということを表しているのが、この武という字なんです。そもそもは。で、ちなみに、あの、日本で最初にその、孫子の兵法を取り入れたのが、まあ、武田信玄というふうに言われてますよね。まあ、ここですで、ね、にこの武という字が出てくるんですけど、武田、武田信玄が、えー、孫子の兵法というものを取り入れて、あ、ちょっと字が違うな。こうか。取り入れて、えー、作ったのが、まあ、風林火山というふうに言われてますね。 これは孫氏の兵法の一部を、えー、パッケージ化したものですね。風林火山とで。さらにその後、えー、孫氏の兵法をもって世を治めたのが徳川家康ですね。ここに、まあ、徳という字が出てきましたけども。面白いですね。武田信玄は武という字が入っていて、徳川家康は徳という字が入っているというですね。非常に面白いなと思うんですけど。徳川 えー、家康ですね徳川家康は、まあ、260年の長い間安泰の世を築いたというふうに言われています。でどういうふうにやったかというとその孫子の兵法を徹底的に研究して、まあ、地域循環型の誰も負けない犠牲にならない、えー、構造を作ってみんながその繁栄していく仕組みを作ったわけですね。それによって長きにわたって繁栄したと。でさらに現代で言ったら、えー、とビル・ゲイツですね。 ビル・ゲイツや、あとは孫正義さんですね。で、ここになんと孫正義さんに孫という字が入ってますよね。孫という字が入って、徳が入って、で、武田信玄は武という字が入って。ね、あの、学んでる人たちはみんな何かしら関連する字が。ビル・ゲイツはちょっとアメリカ人なんで分かんないんですけどね。あの、ちょっと漢字ではないんで分かんないんですけど、こういうふうに。 あの、いろんな人が、昔も今も、あの、損死の兵法を活用して、えー、いわゆる世の中で活躍してるっていうようなことになるんですね。まあ、それだけもう何千年も2000年、2500年かな以上続いてきてる、ずっと残されてきてる兵法書なので、そんなもうポットでのものっとはまたわけが違う、普遍的な内容になるわけですね。まあ、要するに普遍的であったからこそ、生き残ってきた、残されてきたとも言えるし、結果的に残ったということはそれだけ、 あらゆるものに当てはまる内容だったと思う。両方の視点から言えるんですけど。で、まあ、さっきも言ったように、これ何か、その損失の兵法は何かっていうと、戦わないことが一番安全であり、えー、楽ですよっていうこと。勝って、逆、逆の部分が大事なんですけど、勝つ、勝つっていうことですね。ここにフォーカスした途端どうなるかっていうと、もう勝とうとすればするほど相手とぶつかるし、衝突するわけじゃないですか。で、摩擦が生じますよね。だから、 仮に勝ったとしても、絶対こっちはダメージを負うってことです。もうダメージを負うことは前提なんです。傷を負うんです、こっちが。じゃあ、それで仮に勝ったとしても、本当にそれで良くなりますっていうことなんですよね。長,長期的に見たときに。負けた相手が恨まれますよねって。足引っ張られますよねって。絶対。それじゃ本当の意味で勝ったことにならないじゃないですか。っていうのが損失の平合ですね。で、本当は僕はそれはその通りだなと思っていて。で じゃあ、例えば、その、トレードで置き換えるときに、ね、どうなるかを考えてみたいと思うんですけど、トレードにおいて、その、相場と戦うというのはどういうことか。えー、っていうと、まず、一つ言える,言えるのは、方向性ですね。上がるのか下がるのかで勝負しに行くっていうことですね。方向性。<laughs> あとは逆張りをするとかっていうのは、方向性と戦ってるってことですね。何かしら。方向性が自分が合ってるのか間違ってるのか。それともう勝負のぶつかりの世界にいるわけですよ。極論言ったら。あとは、 損失と戦うこと。えっ、ー、と、出てる損失をどうにかしようと、えー、もがいたりとか、えー、出た損失を受け入れないとかっていうのは、相場とぶつかっちゃってる。勝負しに行っちゃってるわけですよね。損失出たら負け。利益出たら勝ちみたいな。相手とぶつかってるってことですね。3つ目は、えー、利益と戦うってことですね。もっと利益を相場から得ようとする。それが減っちゃったら、あ、なんか失った気がするって。これも、自分が勝つか、相場に。 に持ってかれるかみたいな感じじゃないですか。あとは、えっと、売りと買いで戦う。自分がロングだったら売りと戦ってるみたいな感じ。自分がショートだったら買いと戦ってるみたいな感じですよね。そうやって常に勝負が起きてしまっているっていうことです。で、これを続けているとどうなるかっていうと、もちろん、勝つ、勝てる人は勝てます、これでも。えー、これでなんとか勝てるようになるとこまで行く人は全然います。でも、勝て、仮に勝てるようになったとしても、疲弊していってしまうんですよ。 ここ、これの問題点は、この勝ち方の問題点っていうのは、あの、どん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 ですね、その、疲弊していってしまうんですね。で、結局どうなるかっていうと、あの、長期的には生き残れないんですよ。そうやってストレスがどんどん蓄積していったりとか、えー、精神的に消耗していったりとか、そういうのが蓄積していっ人はどこかでそれがバーンと弾けるタイミングが来るんですね。そういう時に、一回変なミスをしたりとか、なんか、 なんだろうな、自爆、自爆本能というのか、破壊衝動みたいなのが出て、今まで全然やってこなかったかなんかいきなりすごい難品したりとか、暴走トレードやったりして、一発で飛ばしたりとかっていうことはあるんですね。そういうことはよくあります。勝ってるトレーダーでも。で、シーリバーもとかね、よくその典型的なトレーダーとして例に上がるんですけども、まあ最後自殺しちゃった。大儲けもう何千億円稼いだけど、最後自殺しちゃったっていう。で、家族もみんなひどい。 人生送ってるっていうね、奥さんも自殺したりとか、大変な目に遭ってるとか。だって、全人生全体で見たらマイナスじゃないですかってなっちゃうんですよ。で、やっぱ、なんで勝てないのか、あとはその、勝っててもしんどいっていうのはなんでかっていうと、やっぱ、戦おうとしちゃってるからですよね。ファイティングしようとして摩擦が生じてしんどくなってる、言ってるんですよ。で、さらにここからも大事な話をするんですけども、そもそも、勝つっていうのはどういうことかっていうと、相手に依存している状態なんですね。だって、 じゃあ人間で例えたら相手に勝つって言った時に相手が自分より弱かったら勝てるけど相手が自分より強かったら負けるじゃないですかこれって自分が勝つか負けるか相手に依存してるっていうことですよね相手次第なんですよつまりこっちがコントロールできませんって自分で自分で自分言っちゃってるってことです勝つって言ってるってことはイコールつまり勝つという 言葉の裏側には必ず負けるがあるってことです。だから勝とう勝とう勝とうと思えば思うほど、負ける負けちゃう負けちゃうかも負けちゃうかもが強化されるっていう、えことになるんですよ。じゃあ、何が大事かっていうと、負けないということなんですよね。負けない。負けないっていうのは、究極的な主体なんですね。主体。自分がコントロールするっていう宣言なんです。負けないというのは。 ここが、ここを学べたのは僕は本当に大きかったです。僕はやっぱり相場をど、どこか勝負だと思ってたんで、勝負の世界だと思ってたから、勝たなきゃいけない、勝ち残らなきゃいけない、サバイバルしなきゃいけないっていうマインドがすごい強かったんですよ。でもそうじゃなくて、負けない。自分がとにかく負けないことだけに集中すればいいんだって思った時にすごい楽になったんですね。もう相場にいちいち振り回されなくていいんじゃんってなったんですよ。すごい楽になった。 で、実際に自分が負けないと思っていれば、自分の精神状態とかって変わってくるんですよ。なんでかっていうと、自分の気持ちとか感情って言葉によってすごい影響を受けるので、あ、もう無理って思ったら本当に無理な気がしてくるっていうのと同じですよね。だからとにかく負けないによって自分が主体となり、自分がコントロールするんだっていうまあ宣言をする。だから相手がどうであろうが、相場がですよね。どうであろうが、自分はとにかく負けない状態を貫く。だから逆に言うと、非常に自由度が高いっていうことです。相手の 状態に依存しないので。で、なので、最強のトレード戦略とは何かっていうと、えー、さっき言った方向性ですよね。ディレクション。上がるの、下がるのっていうこと。えーあとは、えー、損失ですね。あとは、まあ、利益。こういったものと戦わないということです。なぜなら、相場は何が起こるかわからないからです。誰も未来を読めないからです。 だから、それを無理に損失をこう挽回しようとしたり、利益をより多く出そうとしたり、方向性を当てようと、そうやって相場とぶつかりに行くのではなく、とにかく意識するのは、トータルで負けてない状態、トータルでプラスが残ってる状態に持っていける戦略を採用して、あとはもう全部受け入れるっていうことです。時々出る損失とか、えー たまに、も、ま、う、あ、全然リグイが、もうほとんど超ビビたるものしかリグイで,できないとか、いろんな状況出てくるわけじゃないですか。そういうのを全部受け入れるってことですね。それを受け入れるっていうことは、逆に言うと、執着を手放せたときってもいいんですけど、その勝とうとしている自分の執着を手放せたときですね。痛みとか苦しみから、あとは不安から解放されるんですよ。じゃあどうすればそんなトレードができるのかっていうことなんですけど、僕が最終的に出した結論は、やっぱり、 何かっていうとデイトレードとかそういったものではなくあくまでもオプションですねあのこれバイナリーではないですあの昔からあるオプションっていう金融派生商品ですけどもオプションをメインにして、えー、とデイトレとかそのスキャルと呼ばれているものをサブに持っていくっていうことですねにしたことによってあのもうほとんどに楽なトレードができるようになりましたもうほとんど時間そこにロールかけなくても いいトレードスタイルができるようになったんですね。で、えー、僕が今オプションで採用している戦略っていうのは何かっていうと、大体、えっ、ー、と、勝率が、えっ、ー、と、60から70%に収まる、大体ですよ。ような戦略で、とにかくもうずっとポジションを仕掛け続けるっていうものなんですね。ポジション持ってない時がないみたいな状態を作って、で、その中で、その、時々負けるやつ出てくるんですよ。でも、大体6から7割、 あのプラスになるあの勝つっていうのは分かってるんであの残りのその3割4割の負けはもう全部受け入れるんですねそれをどうにかしようとしないってことですとにかくいっぱいいっぱい仕掛けていって数をこなしていってとにかくトータルで見た時にもうプラスだったらもう OK っていうふうにするんです後あとの細かいとこは全部水に流す受け入れるっていうふうに変えた時にあほとんど何もしなくていいんだなっていうことが分かったんですね 余計なことを俺今までしてたなっていうのが分かったんですよ。余計なことをしてたってことです。はい、やっぱそうか、トレードってやっぱ引き算って、自分でも言ってたけど、やっぱそうだよねって、腑に落ちたっていう改めてっていうのはあります。出た損失も、出た利益もそれがちょっとだったとしても、結構出たとしても、その時来たものを受け入れていく。無理にそれをどうこうしようとしない。自然な状態で受け入れる。戦わないぞ、こと。淡々と仕掛けていく。 余計なことをしない。これが楽に、長く収益を出し続けるコツだっていう、その実感が僕は本当に得られたっていうことですね。ここ2年の間で。これをなんか別の言い方をすると、まあ老子が言っていた、えー、まあよく聞く、聞いたことあると思いますけど、まあ常然、水の如しっていう言葉になるわけですね。水のようにっていう、水のように生きる。 でまあ、この具体的なそのどうやってそのじゃあ勝率70%を出し続ける60から70オプションの戦略をでどうやるのとかオプションってそもそもどうやって売買するのとかあのその辺はあと僕の講座の方では解説してるんですよね。あのまあ、グランドセオリーっていう講座があるんでそっちで解説詳しくしてるので、まあ、興味あったらそっちら見てもらったと,として。 えっと、とにかく、その、戦わないということを意識してもらえたらなと思いますね。これ人でもそうですね。相手とぶつかりに行かない。相手とぶつかるっていうのは自分の中にそういったぶつかる要素があるからぶつかるわけですよ。それをまずクリアしていく。クリアにしていく。流していくっていうところをやっていくと、ほんとトレードが楽になるっていうことですね。ということでは今回は以上です。ありがとうございました。